ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日は1971年12月6日茨城スポーツセンター、猪木はどこへ行くのか、札幌でのファンクス戦直前、好敵手ディック・スタインボーンと対戦について触れてまいります。ニップロクーデター計画を幹部に詫びた猪木、しかし今度は大木が猪木馬場に対して反乱を起こします。大木は馬場の後任として新選手会長となり、選手会をまとめます。大木は改めて吉野里に対して猪木の追放を要求しました。この日猪木は好敵手であるディック・スタインボーンと対戦、ここ最近では一番の交渉部となり、最後は猪木がスタインボーンに勝利しました。いよいよ明日は札幌でファンクスとのインタータッグ戦、馬場猪木は防衛することができるのでしょうか。そして猪木は今後も日本プロレスに上がり続けることはできるのでしょうか。